シベリア抑留。シベリア抑留は、第二次世界大戦の終戦後、武装解除され投降した日本軍捕虜らが、ソビエト連邦、ソ連によって主に、シベリアなどへ労働力として、移送隔離され、長期にわたる抑留生活と、奴隷的強制労働により多数の人的被害を、生じたことに対する、日本側の故障である。ソ連によって、戦後に抑留された、日本人は、 約57万5千人に上る。玄関環境下で満足な食事や休養も与えられず、過熱な労働を強要させられたことにより、約5万5千人が死亡した。このソ連の行為は、武装解除した日本兵の家庭への復帰を保障した、ポツダム宣言に反するものであった。ロシアのエリツィン大統領は1993年、平成5年10月に訪日した、 非人間的な行為として謝罪の意を表した。ただし、ロシア側は移送した日本軍将兵は戦闘継続中に合法的に拘束した捕虜であり、戦争終結後に不当に留め置いた抑留者には該当しとしている。ソビート連邦では1920年後半頃から政治犯などの囚人に過酷な強制労働が課せられたが、 これは労働力不足を補う側面もあった。スターリン体制下の1930年代以降は、強制収容所、ラーゲリの数が爆発的に増加し、強制労働の対象となる囚人も増加した。初期の労働環境は非常に劣悪であり、八海、バルト海運河建設などに動員された八海。 バルト海強制労働収容所では1932年から1941年にかけての10年間で3万人近い死亡者を出し、死亡率が最も高い1934年には囚人の10.56%が死亡した。スターリンの捕虜感を表すエピソードとして、ポツダム会談でウィンストン・チャーチルが炭鉱労働者不足を嘆いた際にドイツの捕虜を使えばいい。 我が国ではそうしていると答え、4万人のドイツ人捕虜を本国に移送することを勧めた。ヤルタ会談ではかつてドイツが賠償支払いのための外貨を市場で調達したため、世界的な貿易不均衡を生み出した問題、トランスファー問題を回避するため、賠償は外貨や成果支払いではなく、駅務や現物による支払いで行われることが合意された。 この意気無賠償の考え方は、捕虜の強制労働を正当化する理由ともなった。ソ連は1929年のジュネーブ条約に加わっていなかったため、1931年以降独自規定として、戦時捕虜の人道的な扱いを定めいたが、実際にはほとんど守られなかった。ポーランド侵攻以降獲得した、各国人捕虜は八十九万百九十七人に、 および1949年1月1日の段階で56万9115人が死亡し、54万2576人が未期間のまま抑留されている。これらの捕虜の多くは内務人民委員部等の各省庁に貸し出され、その監督下で指役された。特にドイツ人の死亡率は高く、スターリングラード工房戦での捕虜6万人のうち、 帰還できたのはわずか五千人であった。第二次世界大戦末期の1945年、昭和二十年八月九日未明、ソ連は日本に対して日ソ中立条約を破棄して戦線復刻をし、満足国境に展開する百七十四万人のソ連極東軍に命じて満州帝国、日本領朝鮮半島北部に軍事侵攻したソ連対日産戦。 8月10日にはモンゴル人民共和国も日本に対して宣戦線復刻した。日本は8月14日に中立国を通して降伏を声明したが、ソ連は8月16日には日本領南カラフトへ8月18日に千島列島へも進行して占領した。カラフトでは直後に千島の占い森島では8月22日に日本から停戦命令が下り、 降伏した。これらの行動は、ソ連アメリカイギリスのヤルタ会談に基づくものであった。当時非公開であったヤルタ秘密協定では、ソ連に対して、対日参戦の見返りとして、日本からの南からふとの返還とクリル島の引き渡し、満州においては、旅順咀嚼権の回復及び、大連行や中東鉄道、南満州鉄道に対する優先的権利の認定が記されていた。 日本がポツダム宣言を受諾した後、8月16日には大本営から即時停戦命令が出たため、関東軍総司令部は停戦と降伏を決定した。8月17日に派遣された皇族、武田軍、常吉雄が新京に到着し、8月18日には満州帝国が滅亡したため、関東軍総司令官、山田おつさ大将と、 ソ連極東軍司令官、アレクサンドル・バッシレフスキー元帥は8月9日に、東部マンソ国境、半過湖の近くで、停戦交渉に入り、8月26日頃には、ソ連軍とのすべての戦闘が終わった。満州では停戦会談によって、武装解除後の在留民間人保護について、一応の成立を見たが、ソ連軍がその通りに行うことはなかった。日本軍崩壊後の民間人は、 何の保護も得られず、多くの被害が出た。また、捕虜の扱いについては一切言及されなかった。スターリンは8月16日には、日本人を捕虜として用いないという命令を、内務人民委員ラブレンチーベリアに下していたが、8月23日には、これを翻し、国家防衛委員会決定ナン、no. バー9898に基づき、 日本軍捕虜50万人のソ連内の捕虜収容所へ移送し強制労働を行わせる命令を下した。8月26日に関東軍総司令部は軍人、満州に制御や家庭を有する者、希望者は機軍の経営に協力させ、その他は逐次の内地に帰還させてほしい。帰還までは極力機軍の経営に協力するよう使っていただきたいという内容の バシレフスキー減帥に対する報告を作成した。この報告書は、関東軍参謀、草地帝後の10回によると、草地が、関東軍総司令官、山田乙さんと関東軍総参謀長、畑彦三郎の決定を受けて作成し、ソ連側に送付したものだという。また同日には、大陸方面によって派在留法人及び部、総会所後の軍人派、 ソツラネの日後かにミツル戦に土着せしめて生活を、エえむじょく、そつら側に依頼するをかとすことを記した、関東軍方面停戦状況、二つぜするミノル情報国が作成されソ連側に、送付された。ただし、これを作成したという大本営参謀、浅枝重春本人は、この文書が寄贈されたものであると主張している。なおこのソ連軍との停戦交渉時に、 日本側とソ連側との間で密約が結ばれ、日本側が捕虜の抑留と死益を自ら申し出たのではないかと言うという疑惑が全国抑留者保障協議会、前そもそも協会長、斎藤六郎や近代氏が専門のノンフィクション作家、保坂正康らによって主張されているが、ロシア側はそのような資料を公開していない。またこの交渉に同行した。 瀬島隆三は、停戦協定を結んだバシレフスキーと旗には、密約を結ぶ権限はなかったと反論している。8月16日にスターリンは、ヤルタ協定で約束されていた千島列島、南からふとの占領のみならず、日本敗戦直後に、米大統領ハリー・エストルーマンに連絡し、北海道の分割占領、ルモイ町、当時から、釧路市を結ぶ線の北東側と領市町を、 占領を申し入れた。理由は、日本によるシベリア出兵によってソ連は占領されたため、ソ連も日本の領土を占領しなければ国民の怒りが収まらないというものであった。しかし、トルーマンはこれを一周した返書8月18日に送った。このため、北海道の対象として捕虜をシベリアに送ったという説があるが、8月23日に決定された。 国家防衛委員会決定ナン、no. バー9898は非常に細かい内容であり、トルーマンからの回答後に作られたとは考えにくい。占領地域の日本軍はソ連軍によって8月下旬までに武装解除された。この際多数の死傷者が出たという。また、この時、日本人捕虜は内地への帰還を望んだが、ソ連軍は復員を認めず、すでに辞退していた男性も、 強引に連行した。日本人捕虜は、まず、満州の産業施設の工作機械を撤去し、ソ連に搬出するための労働に刺激され、後にソ連領内に移送された。9月5日の山田ら関東軍首脳を手始めに、日本軍将兵、在満州民、橋人、万蒙開拓移民団の男性が続々と、ハバルフスクに集められた。彼らは日本に帰れることを期待していたが、 ソ連は捕虜を千名程度の作業大隊に編成した、あと、貨車に詰め込んだ。行き先は告げられなかったが、日没の方向から西へ向かっていることが、貨車の中からでも分かり、絶望したことが伝えられる。また、この時抑留された捕虜の証言によると、ソ連兵はだもい,い、帰れるぞと叫び、捕虜を貨車に乗せたという。抑留された捕虜の総数は、作業大隊が百七十あったため、 当初は総数57万5千名が連行されたと考えられたが65万人というのが定説である。一説には70万人近くが移送されたと言われ、最高数としては200万人以上との説がある。モスクワのロシア国立軍事公文書館には約76万人分に相当する量の資料が収蔵されている。シベリア以外にもモンゴルや中央アジア、 北朝鮮、カフカス地方、バルト三国、ヨーロッパロシア、ウクライナ、ベラルーシなどソ連の勢力圏全域や中華、人民共和国にも送り込まれたという証があるが、ソ連側の資料が全面提供されない中、厚生省、現厚生労働省によってまとめられた地図によれば、ソ連国内70カ所を超える収容所において抑留日本兵が強制労働に従事させられた。 日本政府による遺骨収集がソ連国内数箇所において許可されているので、その進展に従いより、正確な収容所拠点、抑留者数、死亡者数が解明されることと期待される。シベリア抑留では、その過酷で劣悪な環境と強制労働が原因で、厚生労働省把握分では抑留者全体の1割に当たる約6万人の死亡者を出した。 犠牲者数に関しては口実。一方、共産主義の教育が定期的に施され、もともと共産主義的だったり、隠れ共産党員だった捕虜が大手を振るい、また、教育によって感化された捕虜も多数いる。新聞として、日本新聞が発行された。革命や階級闘争の思想を育てるため、兵卒や可視観に元助官を殴らせることもしばしばあったため、 兵卒や、貸し官が、もともと農村出身者が多いことも影響しているが、熱心な共産主義者にいることが多かった。また、日本共産党委員長、C. 和夫のおじ、C. 正治などソ連のスパイとなり、戦後日本で、諜報活動を行った者もいる。共産主義者の捕虜は、民主運動を行い、革命思想を持たない捕虜を、反動、前職者と呼び、 炭素分子の必要な吊るし上げや露骨な暴行を行った。彼らは捕虜たちからシベリア天皇と呼ばれた。有名な者には朝原正樹、袴田道の子男がいる。また、抑留中に起きた事件として、暁に祈る事件がある。共産主義の労働ノルマに対する報酬、資本主義との違いゆえ、捕虜たちの中にはストライキを起こした例もある。 1949年12月に、先般裁判として、ハバルフスク裁判が行われ、関東軍司令官の山田大津三夜731部隊が裁かれた。ボンダレンコは、このハバルフスク裁判について、国際法違反だと述べている。1945年、昭和20年11月になって、日本政府は、関東軍の軍人がシベリアに連行され、 強制労働をさせられているという情報を得る。1946年昭和21年5月、日本政府はアメリカを通じてソ連との交渉を開始し、同年12月19日、ようやくソ連地区引上げに関する米ソ暫定協定が成立した。1952年昭和27年に緑風会のコーラ富が収容所を訪問した。 この時健康なものは、映画作業に出され、重症患者は別の病院に移されるなどの、収容所側による工作が行われ、コーラの他の収容者はどうしたのかとの問いに対し、所長は、日曜日なので皆、魚釣りか、街へ映画を見に行ったと平然と答えている。1955年、昭和30年に当時ソ連と親しい関係にあった。 社会党左派の国会議員らによる収容所の視察が行われた。視察は全てソ連側が準備したもので、ソ連は抑留者を人道的に扱っていると宣伝するためのものであったが、調理場の鍋にあったカーシャを味見した、とかの里子衆議院議員は思わず、こんな臭いかよ、を毎日食べておられるのですかと漏らしたという、過酷な状況で強制労働をさせられていた収容者らは、 決死の覚悟で収容所の現状を伝えたが、その訴えも虚しく視察団は託された手紙を握りつぶし、記者会見や国会での報告で、とても良い環境で労働しており、食料も行き渡っているなどと虚偽の説明を行った。元収容者らが帰国後に、新聞へ投書したことから虚偽が発覚し、視察団団長ののみぞまるらは、海外同胞引き上げ及び異家族援護に関する、 調査特別委員会で追及を受けている。1947年、昭和22年から、日ソが国交回復する1956年にかけて、抑留者47万3000人の日本への帰国事業が行われた。1950年、昭和25年には、一部の引上げ者の帰国が遅れたのは、日本共産党書記長、徳田久一の要請として、 国会で問われた特大要請問題が起こった。最長十一年抑留された者もいれば、日本に帰国すれば共産主義を広める活動をすると、収容所でソ連側に近い念書し、早期に帰国した念書組と呼ばれる者、満州国皇帝であった、愛新閣羅不義やその、弟愛新閣羅不決、満州国国務総理であった。 超経験など、満州国の要人らと共に1950年代に、中華人民共和国に引き渡され、武純先般管理署などに収容される者も,もおり、洗脳による改造教育が行われた。また、ソ連当局の勧誘を受け民主運動に関係した、日本に身寄りがなく帰国しても行くあてがなかった、現地の人間と恋仲になった、ロシアの英字紙、シベリアンタイムズによると、 元日本兵が現地のロシア人女性と結婚するのは珍しいことではなく、クラスのヤルスク地方の関スクでは50人の元日本兵がロシア人女性と結婚したと言われてるなどで帰国せずにソ連に残留して帰化した例、川越市郎などもある。ソ連にとどまった総数は約1000人とみられ、2017年、平成29年時点でもロシア北西部、 レニングラード州に満州国軍元軍曹で北海道出身の田中秋岡存命であることが明らかになった。田中の改装によると1950年代に入って抑留者の日本帰国が本格化すると収容所幹部が末端の平身以外は帰国すれば裏切り者として迫害抑圧されると残留を進めるようになり信じて残留を決めた者もいたという。 ソ連側、現ロシア政府はこれまでに約4万千人分の死者名簿を作成し、日本側に引き渡している。アメリカの研究者、ウィリアム・ニンモによれば、確認済みの死者は25万4千人、行方不明、推定死亡者は9万3千名で、事実上、約34万人の日本人が死亡したという。シベリア抑流中に、ソ連の軍事法廷で、 日本人144人が、重殺刑の判決を受けたことが判明しており、うち33人への執行が確認されている、79人の、その後は不明。日本の厚生労働省は2017年、平成29年現在でも、ロシア連邦などから提供された資料をもとに、旧ソ連や満州で死亡して新たに判明した、日本人の使名などの名簿更新を続けている。 国際法上、捕虜として抑留された国で働いた賃金と、捕虜の給与費は、捕虜所属国の負担となっており、この慣習は、ハーグ陸戦条約などで確認されているが、日本政府は、ハーグ会議でも、この規定採用に反対していた。シベリア抑留をめぐっては、日本全国で4件の国家賠償訴訟が行われている。このうち、京都地裁では2009年、 平成21年10月28日に国による意気行為は認められないなどとして原告の請求を帰却する判決が出された。旧ソ連、シベリアやモンゴルで強制労働させられた元抑留者に対し、一人25万から最高150万円を一時金として支給する戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法、シベリア特措法が 2010年、平成22年5月21日に本会議で可決。法ムは抑留された期間に応じて、元抑留者を5段階に分類。独立行政法人、平和記念事業特別基金の約200億円を財源に支給される。冷戦終結後に、ロシア側から収容所や墓地の所在地リストが、日本政府に手渡されたことに基づき、厚生省、現、 厚生労働省や民間の遺族団体などによって遺骨収集事業が進められ遺骨の DNA 型鑑定などによって2010年平成22年までに約828名の身元が特定され遺族に引き渡された厚生労働省の事業により抑留された各地に小規模な遺霊碑の混流が進められているユネスコ記憶遺産に マイズル引上げ記念館に収蔵するシュベリア抑留と引上げ関係資料、マイズルへの生還1945から1956、シュベリア抑留と日本人の本国への引上げの記録が2015年、平成27年10月10日に登録された。マイズル引上げ記念館資料寄贈者の木内忍、安田誠一は日本初の生存作家となった。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。